はい、皆さんこんにちは、赤山修です。今日はですね、先日に引き続きましてね、ニコン ZF について少し語らせていただきたいと思います。ニコン ZF をね、まあ今日まで使ってみてですね、やっぱり思うのはこのデザインがね、やはりね、私にとってはねすごく嬉しいんですよね。まあデザイン、その見た目というふうなことの中に、このアナログのねシャッターダイヤルだったりね、このアナログの ISO ね、感度設定ダイヤルね、 ISO 設定ダイヤル ね、そしてこの露出補正ダイヤルね、これね、電源が切れていても今どの位置にねこう設定されているかというのが一目瞭然なわけですよね。でこういうですね、あの昔の、まあ例えばですけどニコン F3 ね、お見せしますけどね、ニコン F3 ね、このアナログの時代のね代表的なねフィルムカメラですけどね、でこのシャッターダイヤルがねあったりね、まあ、これはあのフィルムカウンターなんですけど、フィルムカウンターでね、まあ、実際メモリがどんどん進んでいったりね、そういった時代のカメラだったんですけど、このアナログのねダイヤルで設定するっていうのがね、やはりは私は古いあのニコンユーザーですのでね、すごくこういうあのアナログの方式のダイヤルに関してもね、すごく親しみ深いというか、もうまあ懐かしいというかね、うん、やっぱりそういう動かしていてね、まあ、心地よささえね、感じたりとかするんですね。でそれがあの今回あのニコン ZF にね採用されたというふうなことで、すごくね嬉しいんですよね。でそれで先日の動画でもね語っていたんですけど、このニコン ZF をねぜひともね、ニコンさんにはシリーズ化していただきたいなと、ね、今このフルサイズセンサーのニコン ZF が、ね、今出たじゃないですか。でそしてね、その前には APS-C のね二面センサーの ZFC が出ていたということで、今フルサイズのセンサーの ZF ね、または APS-C、ね、サイズのイメージセンサーの ZFC の今2種類があるわけですね。でそれをですね、まあ、ZF シリーズとして、まあ、今 2種類あるわけですけどね、今後もね、まあ、定期的にというか、まあ、この ZF が進化して、例えば ZF2 とかね、そういうようなね、ものが出てくれると嬉しいなっていうふうに思うんですね。で最近噂になっていますニコン Z6-3 ね、もちろん Z6 シリーズもね期待してる方もね少なくないと思うんで、そういった Z6 シリーズもね出ては欲しいんですけどね、私はまあ場合によってなんですけど、この ZF のような形、これがですね、まあ、特別なものというふうなねことにね捉えて考えるんではなくて、もうこういうデザインのカメラを、まあこれ私の本当は個人的な意見なんでね、皆さんどう思われるか分かりませんが、ニコンの中核機ね、中級機としてね、もう ZF をね、もうそこにもう位置づけしたらいいんじゃないかなっていうふうにね私は思うんですね。まあやはりその使ってみてですね、今 Z6-2 は今私手元に持っていてですね、たまに使うことあるんですけど、やっぱり Z6-2 と比べてですね、断然例えばまあ画像処理エンジンが XPEED-7 にね、今この ZF はなってますけどね、この XPEED-7 になったというねことで、かなりですね軽快に動くようになっていると思いますしね。であとオートフォーカスの AF エリアなどもですね、やっぱりその Z8 と比較してですね、まあ、ほぼ同格みたいなね感じのねところまで行ってると思うんですね。まあだから大きく言うと、Z8 は積層型 CMOS センサーで、リアルライブビューファインダーなんでね、すごく、動き物を撮ったりね、とかするのにも、ファインダーに遅延がなかったりとかしてすごくいいんですけどね。まあ ZF は、そこまでではないんですけどね。やっぱりその Z6-2 と比べると、かなり、軽快な、動きの中での撮影ができると。いうふうに私は実際使ってみて思いました。だからまあZ8 Z9 と比べると、まあ値段がねある程度その ZF ってまあ少し安いじゃないですか。
ね、で、まあ、Z6-3 もそれに並ぶぐらいの価格帯になるならばね、当然 Z6-3 もね、出てきてほしいんですけど、やはりですね、私が今日はお話ししたいのは、この ZF というものを、ニコンにはですね、ニコンさんには特殊な位置づけというふうなものではなくて、もっとなんかね、普通に、なんかこう、何かな、皆さんが選べるカメラとしてですね、まあそういう味付けをしてですね、次の ZF-2 とかですね、ZFC-2 をですね、作ってもらえたらなっていうふうに思うんですね。まあそれと少しですね、話がね、まあそれと比べると横にそれちゃうのかな。まあ例えばまあ ZF もしくは ZFC、 まあできればフルサイズセンサーの ZF に出してもらいたいんですけど、モノクロ専用イメージセンサーね、モノクロ専用イメージセンサーを搭載してですね、モノクロ専用の ZF を出すとかね、そういうふうなこともね、ニコンさんにはぜひね、まあ、何かな、現実化してほしいかな、実現してほしいなというふうに思いますね。まあちょっと他社でね、今ねモノクロ専用のイメージセンサーをね、乗っけたものをね出されることってことで話題になってますからね。まあ、そういったことに、まあ、あやかって私が話をしているわけではなくて、やっぱりそもそもライカにもですね、モノクローム専用とかもあったりするじゃないですか。で、それでモノクロ専用イメージセンサーのね、やっぱりメリットというのもね、あるでしょうからね。まあ、仮にですね、限定生産でもいいですからね、そういったものが出てくると面白いんじゃないかなと。で、それをですね、やっぱりあえて今回お話に挙げたのはね、この ZF のねモノクロームの、ね、ピクチャーコントロールが増えたわけですよ、これね。でディープトーンモノクロームとかね、フラットモノクロームというのがね、新たに加わりましてね、でモノクロ撮影がねすごく面白いねと私は思ってましてね、よくスナップにね、ディープトーンモノクロームでね撮影をして、ディープトーンモノクロームをね使ってですね、撮影して楽しんだりとかしてるんですけどね、そういうモノクロ撮影をですね、もっと突き進めて楽しんでいこうというね、ユーザーさんもね少なくないと思うんでね、ぜひ ZF モノクロームみたいなものもね出してもらうとね嬉しいですね。でそれでね、で私がね ZF を特別なものではなくて、もう本当に普通のですねラインナップの中に入れてもらいたいなっていうふうな、こう何かな、願いの中にね、実現していただきたいことがあって、でそれは今回ね、私はこの、ご覧ください、これね、エクステンショングリップの ZF-GR1 というね、このオプションをつけてます。でこれは私は何回か前の動画でも話してますけどね、カメラ保護用としてね使ってるわけですよ。であと、まあアルカスイスのね、雲台を使うときにね、これアルカでプレートになってるんで、これもねいいなと思ってね、そういった理由もあって使ってるんですけどもね、このグリップが出っ張って持ちやすいというふうなことというよりも、カメラをあちこち今置いたりとかするじゃないですか、ね、直に置いたりね、あとこうぶら下げてるとこうね揺られてこの辺当たったりとかした時のね、カメラ保護というふうなことで、もう別にどんどん使っていくとこれ傷がついていくと思うんですけど、もうそのつもりで使ってるんですけどね、やっぱりカメラ本体の底の部分とかはね、なるべく傷をつけたくないなっていうふうに思うので、そういった理由でこのですねエクステンショングリップ ZF GR1 を私は使ってるんです。でそれで、その中でですよ、このですね、やっぱシャッターボタンの位置というのがね、このエクステンショングリップがまあない状態でお見せしましょうかね。これを外しますね。外しちゃいます。で、このね、エクステンショングリップを外しますとね、ニコン F3 のようなね、グリップになってるんですね。ZF はね。で、それでですね、こう膨らみがあって曲線になっていてね、で、すごくこれはこれでね、こう、ここはほとんど直線的なね、ボディデザインに対して、このね、曲面のこのね、この出っ張りがあることによって、ね、グリップできて、ね、しっかりグリップできてシャッターボタンを押せるんですけどね、今このソフトシャッターレリーズ AR11 をつけてるんで、まあ、出っ張ってるからなおさらね、シャッターもねある程度押しやすいんですけど、ね、やはりね、例えば望遠レンズを使った時ね、
大きな長い長くて重たい望遠レンズを使った時ね、こういうふうに、ね、手がゴクッと前に出てね、こう持つじゃないですか。そうするとね、仮にエクステンショングリップをつけていてもね、シャッターボタンの位置は変わりません。でだからね、このですね ZF の2がね仮に出るとしたら2からでもいいので、ニコン F3 にですねこうね使うためのアクセサリーで、ね、こういったですね外付けのモータードライブというのがねあったんですよね。でそれでこれがですね、ニコン F3 のシャッターボタンね、ここですよ。でここね、それをね、このモータードライブ MD4 をですねつけることによって ねこれをつけますよ、ね、こうねじ込んでつけるんですけど、ね、これをつけることによってね、ここのシャッターボタンではなくてモータードライブのボタンを押すことによってシャッター切れるんですよ。こういうふうにね、こっちのボタンで、でもちろんこっちのボタンでもシャッターは切れますね。ね、ボディのボタンでも切れます。でモータードライブのボタンでもシャッター切れます。ですから ZF2 にですねこのモータードライブ MD4 のようなですねマルチパワーバッテリーパックをですねアクセサリーとして作ってもらえたら嬉しいなと。そしたらこれね、上から見てください。でボディよりねグリップが出っ張ってるじゃないですか。そうするとねこうがっちり持てる。でそれによって例えば7200の 2.8 とか100400の 4.5 5.6、ね、VRS とかね、それともっと大きいですね、例えば400の 28 の VR とかね、600の 4 の VR とかね、そういう長くて、ね、大きくて重たいレンズを、ね、つけた時のですね ZF をさらにグリップをグリップ力を高めるということと、あとよりですねボディバランスね、超望遠レンズを使った時のですね、ボディバランスなどもねこう上げてくれるようなアクセサリーとして、この MD4 のようなねこういうグリップがしっかりとねこう掴める、そしてシャッターボタンもこのね ZF のねこの辺のボタンではなくてグリップの上にねシャッターボタンがあるようなものをね、ぜひニコンさん ZF2 でね実現してもらえたら嬉しいですね。でそうすることによって軽く使いたい時はね単体のこの ZF ねで使ってね、それで大きな望遠レンズなどをね使う時にはこのモータードライブ MD4 のようなね仮にまあマルチパワーバッテリーパックね、バッテリーパックがあって、でここにもつけるとね、はい、でねこんな形ね、でそれでまあこれよりですよね、もう細かいこと言いますけどね、こんなね大きなものはいらないです。高さがやっぱりねボディの倍ぐらいになっちゃいますからね、この高さがね。そうするとねもっと低くてもいいんですよね。でだけどまあ仮に、まあ、今の現在のまあ皆さんの要望ね、だとどうか分かりませんけど、まあ縦シャッターボタンも欲しいとすればね、まあ、こっちにもグリップがあった方がいいとは思うんですけど、まあそこまでじゃなくても私個人的にはこのグリップがしっかりとね下グリップがついていて、でもうこの横位置のシャッターボタンがね新設された新しく作り直ねここに作られたものというものがね出たら嬉しいなと。でそれで ENEL15C がですね2つ入ってやっぱりですねホットスワップができる、ね、そういうパワーバッテリーパックが出てくると嬉しいなと。でそれによってユーザーがですね、大きな望遠レンズを使いたいときはそれを買ってですね使うと、それで、ホットスワップができるということで、ホットスワップを使いたい人もそれを使うというふうなことでね、そういうアクセサリーがですねこう拡張化というかその性能の拡張化ができるようなアクセサリーがZF の新シリーズ、仮に新しい新製品が出るとしたらそういった、ね、時からでいいのでね、そういったものがこう製品化されると嬉しいですね。でも今回はねエクステンショングリップがねあったというだけでもね
まあ、私は個人的に嬉しいんですね。まあ、純正のね、グリップだからまあ買ったというねこともあるんですけど、実際使ってみるとこのですね背面グリップね、ここもですねエクステンショングリップのね一部なんですけど、この、ね、サムレストがあってこのグリップね、このボディのですねここで背面から見ると向かって右側を全部包み込むようなねデザインになってましてね、それでここにですねこの前の部分にですねこうせり出したグリップがあって、まあ、ある程度ですねここに指の引っかかりがこうできてですね安定して握ることができます。まあ、それでまあソフトシャッターレリーズを使えばね、まあ、ね、まあ、ある程度これ出っ張るんですけどね、まあ、シャッターボタンも押しやすくなるんで、まあ、これで普段は ZF を使ってるんですがね、まあ、もしも MD4 のようなねここにこのグリップが出て出っ張ったグリップがあってその上にシャッターボタンがあればなおさらね普通に使うときにね使いやすいなというふうに思うんでね、ぜひZF2 があるならばね、そういうですね拡張アクセサリーをニコンさんぜひ出してください。はい、そしてあとね仮に、ま、ZF ね要望がどう出るか分かりませんがね、シルバーボディが欲しいという方もねいらっしゃるかもしれませんがね、まあそういったねバリエーションね、そして さっきも話しましたけどね、モノクロ専用、ね、イメージセンサーを搭載した ZF モノクロームとかね、でそういうものがね出てくるとねもっと楽しく撮影もねまあ、楽しい撮影もねできるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、でもね本当にフルサイズセンサーのね ZF がね出てくれたので、もう私のねうちにもね古い F マウントニッコールとかもねまああるんですけどね、それがねこれ今 50mm F2 がついてますからね、 50mm を 50mm として使えるということでね、やっぱりフルサイズの ZF シリーズが出たということでね、まあそれだけでもねかなり私はね喜んでおります。はい、なんかねフィルムカメラをね持ち出して使うというのはこの見た目ね、見た目とか触り心地ね、あとアナログのダイヤル関係を回した時のねこう操作感ね、そのやっぱりこのねこのクリックがカチカチカチっとね音も出るじゃないですか、で感触もねなかなかのもんなんですよね、でそれをね ZF で持ってですよね、この ISO、ね、感度ダイヤル、ね、ISO 設定このダイヤルでね設定しますけど、もうここだけでも気持ちいいですね。ね、まあ、私の場合シャッターダイヤルはねやっぱり3分の1ステップのシャッターを結構マニュアルでもね1段ずつじゃなくて3分の1段ずつ変えたいので3分の1ステップでね固定してしまってここのメインコマンドダイヤルを使うっていう風なケースが多いんですけどね、でもやっぱりロスト補正ダイヤルね、これもねこうやってね動かしてみるっていうのもねすごくなんかいいですね。でそれであとまあこれも個人的な感覚なんですけど、まあフルサイズセンサーのねニコンのミラーレスの中ではねこのバリアングル液晶がねZF ではね初めて採用されたじゃないですか。それもねすごく動画撮影、まあ、自撮りを含めての動画撮影などにもすごく便利ですしね、まあ今度出るだろうというふうに噂されている Z6III もねバリアングルだっていうふうな噂もありますけど、まあバリアングル液晶のものもね今後ニコンさんもねこう何かなラインナップの中にね追加されていくのもね面白いと思いますね。はい、やっぱりね ZF ね、いざね使ってみるとねこういろんなですねこう何かな思いというか、ね、今までのカメラ、ね、カメラ好きでねずっと生きてきたんですけどね、カメラ好きの私としてはねすごくこう握って実際撮影してみるとねうわー楽しいねこれいいなってねすごく思ってしまいます。はい、なんか
やはりね、デジタル一眼レフの時代にもね、ニコン DF ってね、出ましたよね。で、ニコン DF もね、すごくそのシャッターダイヤルとかがあって、で、やっぱりこういったそのフィルムカメラの時代のね、良さをね、再現してくれたね、素晴らしいカメラだと思うんですけどね。それがミラーレスになって、ね、ニコン DF よりね、より小型化されて、ね、こう、ね、かつてのフィルムカメラとね、あまり変わらないようなサイズになって、ね、で、ボディ内手ブレ補正が、ね、入っていたり、ね、で、それで、まあ、最新というのもね、あれですけれどもね、EVF でね、のミラーレスの特徴の EVF で、ね、露出だったり、ね、ホワイトバランスなどをね、実際にその撮影前というか、シャッターを切る前にですね、このファインダーで確認を、ね、しながら撮影ができるというところもね、まあ、メリットですよね。で、それでね、こう何度もこの ZF の紹介のね、動画で喋ってますけど、ね、Z マウント、ね、内径がね、内径の直径が 55mm でね、フランジバックがね、すごく短くて 16mm なんですよね。ショートフランジバックですよね。それによってね、世の中のね、あらゆるレンズをね、マウントアダプターを介して使うことができる、ね、もちろんね、ニコンの F マウントレンズもで使えますよ、ね、そしてね、F マウント、ね、システムよりね、フランジバックの短いね、S 型距離計カメラ、ニコン S 型距離計カメラ用のね、レンズも使えてしまうのがこの Z マウントのね、やっぱりメリットというかね、良さだと私はね、思ってます。だからこのね、ZF には、ニコン S 型のね、W ニッコール 3.5cm F1.8 などをね、つけてね、楽しんでますよ。もうやっぱりそういうね、オールドレンズをね、使ったりとかするにもね、それのにもこの、ね、デザインってね、すごくなんかこう楽しいじゃないですか、ね、だからね、本当に私もね、2023年のね、年内に、ZF ね、これ自分のカメラなんですけどね、なんとか手に入ってね、嬉しいです。で、ただなんかね、本当に予約がね、ちょっと遅くなっちゃった場合には、来年のね、春以降のなんか入荷になってしまうっていう話も聞いてますんでね、本当に待ち遠しいなってね、思ってらっしゃる方もね、まだまだね、多いと思いますが、できるだけね、ニコンさんね、生産をね、なるべくこう急いでね、もう皆さんのね、手に行き渡るようにね、一日でも早くですね、手に一受けますようですね、お祈りします。もうぜひニコンさんもね、頑張って生産をですね、続けていってくださいませ。はい、ニコン ZF、ね、これからもですね、このニコン ZF のですね、楽しいですね、こう遊び方というか、そういったものを気がつきましたらね、また動画にしていきたいと思います。はい、今日もですね、赤山修チャンネルをですね、ご覧になっていただきまして誠にありがとうございました。はい、じゃあ皆さん、さようなら。